映っとるよ、もうずっと映っとるわ。ザックの専用カメラだ。これもやるの、宿題。うん、これが漢字。一番最近覚えた漢字は何ですか？最近覚えた漢字は、うん、名前の名と前。あ、両方で覚えた。まあ、名前の前はまだ小学校では習ってないけど、うん、やっぱり鍋は止まりません。その他、お母さんは思いつくママにいろいろ呪文らしいことを言ってみましたけれども、どれも間違いだったので、お鍋はおかゆを煮るのをやめませんでした。ぐら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 、うんじゃらうんじゃら。あ、でももうちょっと。あと2ページ分じゃない？ガッカン、ガッくん、カンパ、これ20までするの待っとるから早く。うわぁ、道を通れなくなったそうです。うわぁ、終わった。大きい声で読みましたか？これは、うん、やった、20丸。はい、OK。どう書けばいい？はい、よし。このお話読んでどう思った？このお話を読んで？うん。どう思いましたか？おかゆがいっぱい出てくるお鍋がこのお話に出てきて面白かった、うん、いいね、うちにも欲しいな。そんなフライパンさん、フライパンさん、お肉を出してくれ。それは無理やろ。ガクさん、ガクさん、宿題しておくれ。知らないや。次何するの、宿題？宿題、うん、あと3種類あるよ。次は漢字。漢字、はい、じゃあこれ持ってて。え、なんかさ、なの書き字。あ、やっぱりお友達も先生も4月から変わらず大好きって言ってるので、あと上級生のお兄ちゃんお姉ちゃんたちもいつも優しくしてくれて、いつもお迎えとか送ってたりすると、お兄ちゃんお姉ちゃんたちが「ガク君おはよう」って声かけてくれたり、「ガクまたね」って帰る時も声かけてくれたりするので、ふとく帰ってしまう。今日頭どうするん？自分で洗ってくる？全部洗って出てくる？自分で。よし、行ってらっしゃい。なんかわかめ。わかめ。わかめまーん。はい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 。はいよー。
つもあの流れていくところの蓋をもう取ってるんですけど、あーなるほど、もしかしたら映るかもしれんと思って今日は蓋しといた。はい、誰か、なんで映るの。はい、はい、いってらっしゃい。え、もう最近は一人でお風呂入るんですか。そうですね、なかなか出てこないですもう頭も洗えるようになってきたので、うん、それもまたなんか成長な気がします。そうですね、はい、もういつも歌いながら歌声が聞こえてきて、うんうんうん、こうでも学校終わってお風呂とかってやっぱり毎日入ったりするんですか。毎日ではないんですけど、うん、帰ってきた時の皮膚の状態を見て入ったり入らなかったりで、はい、なるほど、まあ今日はでも入っとこうっていう。そうですね、はい、なるほど今日は体育で外を走ってきたらしいので。ああ、そうかそうか、はい、上機嫌気持ちよかった。ガックン、いつから一人で入るようになったの。もう忘れた。もういつもだいたいもう一人で入ってた。もうだいたいだいたいだいたい、だたいたい。そうなんだ、大人じゃん。いつも歌いながら入ってるね。歌いながら入ってる、うん、聞こえた聞こえた。さっきは何の歌かって。え、何の歌だったのあれ。デルタルーン、アンダーテール。へえ、ゲームだね。そうだよね。昨日何歌っとったんやっけ。え、昨日、うん、昨日は RPG のチューブスのところ。ゲームばっかりやん。いやー。さっき崩したはず。今ちょうどお話した。なんでシュッ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 シュ